エスコルブとトは、スペインバスク州ビスカヤ県サントルチで結成されたパンクロックバンド。1980年から1999年まで活動し、2015年に再結成された。エスカーブットというバンド名は、スペイン語で解決病を意味するエスコルブットの綴りを変えた造語である。スペイン語の歌詞を持つパンクロックを初めて演奏したバンドの一つである。 ラポリアレコーズなどとともに、スペインやラテンアメリカのパンクロックシーンで影響力のあるバンドであり、1980年代のバスク地方で人気があったバスクラディカルロックの先駆者的存在だった。1977年頃からのパンクブームに影響を受けて、1980年にギターボーカルのヨスエスポシトとベースボーカルのフアンマスアレスによって結成された。 エスポストはザ・フー、キンクス、ローリング・ストーンズ、セックス・ピストルズに影響を受けているが、スアレスはエスコルブと結成前までほとんど音楽を聴かなかったという。1982年にはドラムのパコガランが加入した。エスコルブとの音楽スタイルは、セックス・ピストルズ、ザ・クラッシュ、ザ・バイブレーターズ、ローリング・ストーンズ、ザ・フー、ダブル・ゼータ・トップ、モーター・ヘッドなどの影響を受けている。 ラポリャレコーズやコルタトゥなどバスク地方の他のバンドとの仲は良好ではなくラポリャレコーズとの間にはギターの盗難騒動などがあった1992年3月には病気を理由にエスポシトがバンドを脱退しエスポシトは5月31日にエイズに起因する肺炎で死去した新たにギターボーカルのウルコイガルティブルが加入したが同年10月9日には スアレスが心臓発作で死去し、結成時のメンバー二人が相次いで死去するという混乱に見舞われた。二人の死去後もガランを中心として活動が継続され、1999年に活動を休止した。活動休止から17年後の2016年、ガランを中心としてバンドが再結成された。現在のメンバーはベースリードボーカルのアリからニャ、ギター、 バックボーカルのナティペナダス、ドラムのガランである。ありがとうございます。